はい、ティファニー動画後編です。今回はティファニーの歴史中心にお話ししていきたいと思います。はじめにティファニーっていつ頃からのブランドなのかとか、どういうそもそもブランドなのかご存知でしょうか。私の印象としては、まあそこそこ歴史はあるが、まあ、少し男性が女性にプレゼントをする定番ブランドみたいな、結構値段は高いんだけど定番ブランド、なんか無難な印象が非常に強かったです。アングラな世界を生きる私には非常に無縁で少しキラキラした世界に生きる住民たちのアクセサリーみたいな印象でした。ですが歴史という点で言うと1837年と非常に長いです。そしてこのアクセサリーの定番というものもブランディングの賜物で、例えば赤ちゃんが使うスプーン、ティーンエイジャーたちの定番アクセサリー、そしてセレブ向けのジュエリー、結婚指輪などなど、その人のライフステージに合わせたアクセサリーを非常に多く展開していたので、まあ、そのようなイメージが強くなっているのかなと思います。先ほどお話しした通り、創業は1837年です。創業当初はジュエリーではなく文房具や装飾品を扱っていたようです。1843年からヨーロッパからのジュエリーを輸入販売し始めたと。そして先日紹介したカルティエと同様、ここも戦争という影響が色濃く残っているのかなと思うんですが、1848年に起きたフランスの2月革命で多くの貴族たちが逃亡、亡命いたします。その亡命する際、もちろんジュエリーをたくさん持って逃げるわけにいかないので、そういった貴族たちのジュエリーを買い集めることによって、まあ、一つ財を成したということになります。これを機にダイヤモンドジュエリーに対しての販売を本格化していきます。1847年から時計の販売もスタートし始めます。世界三大時計のパテック・フィリップと契約をして、パテック・フィリップのリセーラーとして活動し始めます。その後もスイスのジュネーブで工場を持ってたり、時計に対しての販売というものを加速していくんですが、最終的にはムーブメントの工場をパテック・フィリップに売却しています。そして1885年にアメリカの国章、あの和紙のデザインですねを、ティファニーが作ったことでもまた同時に知られています。今でもアメリカの地鶏に描かれていますが、これを実はティファニーがデザインしたということはあまり知られていないんではないでしょうか。まあ、この時点で、1ドルに描かれているって時点でなかなか由緒正しきジュエリーブランド感がありますよね。そんでもって指輪のダイヤを支えるあの6つのデザイン、あれも実はティファニーが作っています。あまりにも定番すぎて、もうどのブランドもやっているデザインなのかなと思うんですが、ティファニーセッティングと言われる構造のようです。こうしてティファニーはアメリカを代表するラグジュアリージュエリーブランドとして180年の歴史を歩んできました。そして2019年にルイ・ヴィトンを擁する LVMH グループに入ることが発表されています。かなりの大型買収となりました。そして最後につい最近なんですが、 LVMH はティファニーのブルーカラーをイエローカラーに変更することを発表しています。このブルーカラー非常に特徴的で、ティファニーを代表するカラーとしても非常に知られていますが、非常にユニークですよね。このカラーリングが好きでティファニーが好きという方も一定数いらっしゃるんじゃないかなと思います。こういった大きなブランディングの変更は批判をかなり伴うものだと思うんですが、LVMH やはりブランディングはうまいと思いますので、まあ、最終的には数年後むしろいい変更だったねということになるんではないでしょうか。今こうしてティファニーの、私はオールドティファニーと言われるもののアクセサリーを購入していますが、おそらく数年後またはもう少し近いタイミングでこういった80年代90年代のティファニーが評価されるみたいなことが来るんじゃないのかなと気がしています。もちろん売ることはないんですが、まあ少しやはり買うからにはちょっと価値が出てほしいなと思って購入しています。非常に80年代の90年代決して高くない値段でいいアクセサリーが買えるので購入してみてはいかがでしょうか。本日の動画ご覧になっていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。